始めたのは小学生電子ドラムがありましたね。中高はコピーバンドみたいなのやってちょっで大学入ってからジャズをやるサークルに入りほぼほぼジャズ漬けといったところでしょうか。卒業直後にこう共通の知り合いの紹介でこう呼んでもらって、まあ、かれこれ2年ちょっとですね。大学3年生ぐらいの時ぐらいからこう音楽を志そうとしてる人たちと関わることが増えて、いざ自分の進路を決めるって時に普通の就職じゃなくてなんかすでに気持ち的にはそっちに行ってたなって今、やりたくてやってんだけどね。ドラムの調子が悪いとなんかもう自分の中での存在価値がなくなりそうな気がするこうくっついちゃって取れないみたいな感じだから、それなら付き合ってやっていくかこれからもみたいな後ろ向きな感覚ではなくて楽しんでるって感じですかね今は。